10月29日に開幕した WTT チャンピオンズフランクフルトより小さい11月5日男女シングルス決勝の大会2日目ライブ配信 WTT チャンピオンズフランクフルト10月29日日曜日から11月5日日曜日開催トーナメント表試合結果日本勢は早田ひな日本生命世界ランク5位を筆頭に篠塚ず人ひろと 愛知工業大学、33位、張本美和、木下アカデミー、14位、平野ミュー、木下グループ、17位、第1回戦に登場し、張本美和と平野はいきなりの日本人対決で火花を散らした。結果は早田が地元ドイツのシャンシャオナ、34位、にゲームオールで勝利。篠塚は T リーグで対戦経験のあるピッチフォード、イングランド、にゲームカウント1対3で敗れ、 ハリモト・ミワト・は序盤リードした平野を長本が追い上げて3-1で勝った。大会2日目は地元ドイツのシャンシャオナとハヤタの女子シングルス1回戦で幕を開けた。ラケットの片面のみに表ソフトラバーを貼るペンドライブのシャン流行りにくい相手。ハヤタも第1ゲームから思い切りの E フォアドライブやスマッシュ、表ソフト特有のナックル製のブロックなど変化に富むボールに翻弄された。 それでも先にゲームポイントを握ったのは早田。ところがシャンにバック側を徹底的に突かれた早田はこのゲームを11対13で落としてしまう。しかし、第2ゲームはサーブからの展開で早田が主導権を握り11の7で取ると、第3ゲームも11対5で奪った早田に流れが傾いたかに思われた。ところが第4ゲームに入るとシャンが反撃。 再び早田のバック側を狙ってミスを誘い8-11でゲームオールに追いついた。表、ソフトでペンっていうのもあって、ラケットの面の開き具合とか、ボールの当たり具合によって、ちょっとナックルが強かったりボールが跳ねたりしました。自分が一球ずつ調整しないといけない部分が多くて、いつもだったらもっと細かくコースや回転量を調整できるのに自分のボールが相手に狙われることが多くなってしまった。 そう話す早田は最終の第5ゲームに入る際、ベンチの左利斎コーチと相手のいろいろな質のボールに対し、自分からタイミングを変えたり回転量を変えたりするのはすごく大事だよねって話をして、コースを変えることも意識した、と明かす。ちなみに早田のベンチは前線 WTT コンテンダーアンタルヤでも名コンビの石田大輔コーチではなく岡祐介トレーナーが入っていた。 その狙いを早田本人はこう説明する。違う方向からのアドバイスをもらったりして、すごくいい勉強になりますし、オリンピックや世界卓球の大きな舞台でいつもと別の人に入ってもらうこともあると思う。そういうのを想定して試合をやっていかなきゃいけないし、その中で自分自身がブレないものを持ちたい。最終ゲーム、シャンのペースに飲まれないよう体制を立て直した早田は一気に7-0までリードを広げると、 追いすがるシャンを突き放し最後は11対5で接戦を締めくくって勝利を挙げた。だが、ゲームオールに持ち込まれた試合を、危ない試合と位置づける早田。苦しい状況でも狙った場所に打てたり、出したい質のボールを打てたり、そういう究極のレベルを目指していかないといけない。自分の実力はまだまだ、とさらに高い次元を見据えていた。 その早田は11月1日の女子シングルス2回戦で張本美和と対戦する。これまで何度も早田に立ち向かい跳ね返されてきた長本は、いつも試合をやるたびにちょっと手応えはあるんですけど勝ちにつながらないので、今回は勝ちにつなげられたらと思う。しっかり準備をして頑張りたい、という挑戦者の立場。しかし、15歳にして WTT チャンピオンズに初出場し、 世界ランキングも14位まで上げている脅威の超新星はあちらこちらで賞賛を浴びる。この状況を本人はどう捉えているかといえば、15歳といっても選手の皆さんの多くが二重火災で自分はその半分は超えている。15歳という実感がない感じで聞いているのであんまり気にしていないです、と涼しい顔だ。さらに卓球台が1台だけで、 たくさんの観客の方がいる中での試合がすごい好き、と笑顔を見せる強心臓ぶり。T リーグの木下アビエル神奈川のチームメイトで普段から一緒に練習をしている平野に勝った要因については、一つではないんですけど、戦術の切り替えが良かったと思います。相手を見て、変えるべき場面と変えない場面をしっかり判断できた。変えるにしても同じことをやるにしても、 やっぱり自分で自信を持ってやることが一番、と分析した。対する平野は第一ゲーム、持ち前の両ハンドドライブやフリックなどで積極的に攻撃を仕掛けたほか、よく止まるストップで緩急をつける見事なパフォーマンスを見せたが、第二ゲームは本人が、何本かフォアのチャンスボールをミスしてしまった、と話すように、ここでやや流れが変わった。そして第三ゲームの競り合いを11対13で落とすと、 4ゲーム目の出足、3ゲーム目を少し引きずってしまって、頭の切り替えが遅かった、と悔しそうな表情。しかし、パリゴリン代表選考レースで2番手につける平野の目標は女子シングルス代表の2枠に入ること。11月の選考会、2023全農カップ大阪大会、11月25から26日、と全日本選手権、2024年1月22から28日、 でオリンピックの代表が決ま,るまずは選考会で全力を尽くして優勝を目指す気持ちで戦いたいと自身を奮い立たせていた。